始まりました。始まりました。びっくりしたよ、すっごい。今カメラ見たら、ええ、はい。急にね、はい。何この、あれ、なんすか、40歳が。あ、ここに、うん、映ってたと。うん、なんか、強く使ってる。強くなんかも、強く。光が強いです。強いです。久しぶりにこう、3人が。はい。って感じですね。そうですね、アルフィーですね。アルフィーになりました。ってことはあれ、あ、俺、桜井さん。違いますよ。だって、位置的には。あ、位置的には。高見沢さん。でも、高崎さん。見た目的には髪長いからね。そうですね。そうです。ですはい、華やかさとか。華やかさとか、そんな感じでございますね。やっぱり、ダメさん人気ね。人気ありますね。そうだ、ダメさんありますね。うん、今日も寒い中、皆さん集まっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね。今日の清原さんは、何をされてたか。僕はですね、今まで新幹線の中にですね、はい。はい、下痢でしたね。おっと、あ、そうですか。戦ってましたか。かなり、バトルフィーバーです。バトルフィーバーでございます。バトルフィーバー、チェーチェーリアクションが難しいので、うん、あの大阪にそうですね、はい、行ってたということで素晴らしい。いやなんかやっぱ昨日のライブは僕は大変だね。はい、今日もはい、マー君たちはイベントで、そうですね、今日は JCB ホールということで、打ち上げでもね、打ち上げで。やっぱ4人の横に僕が座ってる。そうですね。はい。メンバーと一緒にですね、主のメンバーと、木田さんのメンバーさん、皆さんと一緒に参りました。はい。ね、アメスタと同じなんですよね。あ、あの、マオ君も先週のアメスタ。打ち上げでもこう、ガチガチだ。なるほど。ね、まあはい、はい。いろいろこう、話しかけてるんですけど。はい。ずっと喋ってましたよね。はい、そう、ね、俺ずっと喋ってる。確かに、はい、ずっと放送してるかのように、はい、喋ってましたね。うん、そうなんです、はい、なんだけど確かに皆さん緊張されてましたね、打ち上げも。されてましたね。緊張なんですよ。あっち君も、はい、あっち結構なんかもうチラチラ見るって感じ。で、ね、ゆうやくんは面白かった。ああ、ゆうやくん、ちんじくんもいい子だね。はい。皆さんの夜もあれは僕昨日の中でもその何て言うかな、思ってるアレじゃなかったですね。そうですね、ライブ自体もなんか意外となんかあれみたいなのでありました。かなり不安な要素があったのに関わらず、はい、唯一不安だったのは途中で流血したことですかね。ああそうですね、指先からですね。指先からもう僕の血は基本的には漆黒のブラックなんですよ。ですよね。もう僕からもカラーンとね。なんかそこはちょっと世界変わりましたね。そこからもう僕の中で、もう目の前に、はい、もう目の前に、はい、タイマーズ。おお、メラメラと。うん、一階の壁際にね、はい。壁際にタイマーズがバーッと。もう13本の、13です。出ました。タイマーズが。出ました。うわマビノンのビデオみたいな13本のタイマーズだった。なるほど、はい、なるほど。もうあれはここで、あ、はい、来た、俺は今ここだと思いました。なるほど、来たぞと。来ましたと。もう、シドファンとか、はい、うちのファンとか、はい、どう関係なく、はいはい、俺の気持ちの中でここが血が出てる、来た、入っちゃった、ね、入っちゃった、スイッチ入りましたね。血で血で入りました。いますよね、メタルでは血じゃないですか。そうですね、はい、この血が入ってきたことにより、はい、もう背中に貼ってましたもん、お札を。あ、誰も触れないって、はい、なるほど、誰も触れない、はい、確かに、確かに下手にいたメタルギタリストも答えるかのごとく、あそこからですね、はい、我々の本領発揮でしたね。あの時もかなりみんなが一体化されてるような気がしましたね。あの後にラジオの収録がありました。ありました。はい。まあ、メンバーさんとね、はい、一緒に収録したんですけど、はい、私ではね、3つ、僕は後悔している点があると思う。おっと、何ですか？これは、セッションしたじゃないですか。はい、セッションされましたね。で、シドのダミーという曲、ええ、あれは、必死に覚えたんで、ええ、僕の記憶力があるんであれば、はい、合ってるはずなんですよ。はい、うん、はい、はい。だけど、我々の曲、スローってあるじゃないですか。はい。あれが、はい、僕ね、最後に、
愛しさを僕に刻みつけるよって曲、あ、そう、歌詞がある、あそこ最初マー君だけ歌うはずだった、はいはいはい、打ち合わせれば、で、リハーサルの時に、はい、僕は寂しかったんで、マー君そこ俺も歌おうよ、はい、そこ一緒に歌おう、はい、ただ、俺だけが思いっきり歌詞を、はい、違うとこだけ歌ってました、お、それでハモりそう、ハモるにもハモれないし、はいはい、なんかもう言葉が違うんですね。俺がそう歌った瞬間に真央が目がキラッて、はい、あって顔したんですよ。顔が。それでちょっと、あ、俺その顔、あっていう顔見て、こいつやるなと思いました。なるほど。あ、なるほど、なるほど。